小松原美里、小松原尊組クラシッククラブ、熾烈な代表争いです。リズムダンスを終えて1位、全日本選手権3連覇中の小松原美里、小松原尊組、4連覇はなるか。私たちが日本代表だぞという思いでこのプログラムを伝えたいと妻の小松原美里は話します。夫婦カップルです。私のような物語は決して語るべきではない。私の世界は触れてはならないほど脆く儚い。神秘なき命は生きながらえることもできない。さゆりが自身の物語を語るプログラム、語り手はさゆり役、女優の夏木マリさん。まずは幹回転から入ったスピン。完成、片足安定しています。幼少の頃思い出しているさゆりです。そしてツイズルへ。右回転、開脚、フリーレッグもよく揃っています。さゆりは芸者への道へ覚悟を決めます。手の使い方も美しいですね。ワンフットステップ、インサイドロッカー、カウンター、トゥイズルも揃っています。これは女王の物語ではない。追い方も男性片足工夫されています。芸者として求めてはいけない恋を描いています。円を描くサーキュラーステップ、ロッカーからバックサイドカウンター、インサイドブラケット、あのスケートがよく伸びていますね。切ない表情のさゆり。サイド直投、このリンク全体を使った伸びのあるいいサーキュラーステップでした。水のごとくしなやかにあなたとここで生きていく。右回転、ローテーショナルリフト、安定しています。止めました。二人の恋は成就しました。そして小松原美里、小松原尊組の演技、素晴らしいフリーダンスを披露しました。
全日本の舞台、大勝負の時、手を重ねた2人です。まさに宮本さん、ドラマチックなフリーダンスでしたね。あのもう見入ってしまいましたね、そしてまた夏木マリさんの語り手としてのあの声、あのこう胸にこうグッときますね。今大会の前に依頼して、そして快く引き受けてくれたそうですけれども、まあ他にも歌舞伎俳優の片岡高太郎さんから手や首の日本人らしい所作を教えてもらったそうです。いや、もう存分に出てたと思います。はい、代表争いは熾烈を極めています。まあ、本人たちとしてみれば、宮本さん、去年の今年のですね、今年の昨シーズンの世界選手権になりますが、オリンピック出場枠、日本代表としての出場枠というのを獲得してきたのはこの2人でした。はい、自分たちがその枠に収まりたいという思いは相当強いでしょうからね。いや、もうそれは強いでしょう。ですから本当に大きなプレッシャーとの戦いではありました。ご覧の通りツイズルですが、レベル4、ほとんどレベル4をマークしてますね。スピードも、ね、すごいあったんですけども、本当丁寧に滑っている感じがしました。さあ、改めて小松原美里、小松原健組の演技を振り返ります。このスピンも、ね、ちょっとずれそうになったんですけども、しっかりこうまとめて、はい、終わりまで持っていたので良かったですね。そしてこちらがカーブリフトになります。このリフトも女性のポジションも美しいですし、安定していましたね。まあ、特にリフトは支える側の男性も難しさが要求されます。後ろ向きで滑ったり、あるいは片足で滑ったりすると、まあ、難しくなりますので、そこら辺が評価されます。そしてこちら、いずれも男性女性レベル4をマークしたツイズル。そしてこのエントランスですよね。これも美しいですし、この降りるときに男性がもうすでに片足になるっていうところもポイントですので、はい、これ難しいリフトになってますね。もうこの時には男性が片足、そこでレベル4をマーク。そしてこちらがローテーショナルリフト。まあ、あれだけのスピードに乗せてリフトに入るわけですが、非常に難しくなってきます。そしてこちらは演技最後のフィニッシュのシーンです。まあ、パネルの数がどんどん増えてきました。まあ、本当はモントリオールで普段練習している2人なんですが、コーチ陣が来ることができませんでした。それからまたカナダに戻ることもできなかったということで、非常に辛い思いをした2人です。点です。フリーは 110.01、 178.17 シーズンベスト参考記録ですが、マークして立ち上がりました。見事全日本選手権4連覇達成、小松原美里、小松原健組、歓喜の涙を流しています。見事王座を守り抜きました。準備が整いますので、素晴らしい演技、そしてこの歓喜の涙、まあ、いかに大きなプレッシャーを背負っていたか分かりますよね。そうですね、ちょっともう今見てると、はい、ちゃんと滑れないかもしれないですけども、良かったですね、演技ね。そうですね。さあ、この後は激闘を繰り広げた